戦場皮膚萎縮症あるいは皮膚新展戦場とは、皮膚が萎縮性に戦場にわずかに陥没し、表面に細かなシワを呈した症状である。良性の皮膚病変。日本では一般に、肉割れ、妊娠戦場となって現れ、次第に灰白色となる。クッシング症候群、糖尿病、重症感染症、またはステロイド系抗炎症薬の内服を続けた際にも、 生じる。あるいは、ステロイド外用薬の乱用も原因となる。またマルファン症候群。症状の初期には盛り上がり、後半だったり青みがあるが、次第に平らで細かなシワになり、思春期にできたものを除き一般に消えずに永続する。思春期やステロイドが原因となったものは目立たなく、なりやすく、また妊娠期にできる、妊娠洗浄も出産後にある、程度改善する。 発症してしばらくすると、皮膚表面に細かいシワができ、洗浄は白身の強い肌色へと変化し、目立たなくはなるが、完全に消えることはない。稀に何もしなくても治る。良性の皮膚病変で問題はないが、見た目として気になる場合がある。治療の多くは、コラーゲンの合成を促すことで行われる。2019年のレビューは20毛検の試験が、 少ないとしてその状況をまとめている。予防に関する2016年のレビューでは、アーモンドオイルによるマッサージ、ヒアルロン酸の外用などには妊娠線を予防する限られた証拠があるとするが、他の3つのレビューでは外用薬では予防できないとしている。治療では、小規模な2件の試験で、ビタミン A 誘導体のトレチノインのクリームが有効であった。 2019年のレビューでは、トレチノイン、トロフォラスチン、アスコルビン酸や各種の植物油などを揚げ証拠に基づく研究は、少なく長期間使用して効果は控えめだとし、また食事と運動プログラムの影響は見られなかった。2017年のレビューでは、マイクロニードリングや高周波を利用した美容装置にも有効性を示す小規模な試験がある。 レーザーの使用について調査した2017年のレビューでは、レーザーでも証拠が多くなく偽約対象試験がないが、レーザーでは、フラクショナル CO2 レーザーでは、改善度は限られており、ER、ヤグレーザーでも似たようなものである。一つの20人での比較試験は、腹部と足の肉割れについて、マイクロニードリングで9割の人が改善を示し、CO2 レーザーでは、 5人の人が改善を示した。別の30人での試験では、体の反面に CO2 レーザー、もう反面にマイクロニードリングを施し、中等度以上の改善は CO2 レーザーの76%に見られ、マイクロニードリングの55%よりも多く、また CO2 レーザーでは11名に炎症後色素沈着が見られた。25人が参加した。 マイクロニードリングの2019年の試験では1.5ミリ以上の針を使い平均1.8回の手術で50%以上の改善を示し異なるスキンタイプや皮膚の厚い尻や太ももと皮膚の薄い縮さとの効果の差は見られなかった妊娠線では産後に縮小し目立たなくなるが完全には消えないことも多い民間療法として妊娠期のマッサージがある黒線 ありがとうございます。